さあやってまいりましたバイク屋の YOASOBI のコーナーです。はい、ちょっと行ってみましょうね。はい、バイク屋の YOASOBI のコーナーというのはですね、はい、クワガタを見に、クワガタやカブトムシを見に来るというねコーナーなんですよ。はい、現実としてですね、もうね今7月ね、だいぶ暑くなってきました。はい、いるといいな。でもね、もしかするとね、先客がいるかもしれないですね。先客がいるともう全部回収されてるっていうね可能性があります。はい、そうするとね、残念ながら、タイミングが悪かった。ちょっとね、先客がいる感じなんですよね。はい、だからいないかなね。はい、ということでね、ちょっと見て、一応ね見ていきますけどね。はい、時間的にちょっと失敗したね。もう少し早く来ないかなかな。はい、お、いましたよ。カブトムシオスとメスだ。ねえ、いるじゃないか。ガモいるぞ。ねえ、よかった。ねえ、せめてカブトム、何にも見られない。ねえ、つまんない。つまんないね。はい、ガがいますね。はい、よかった。せめてカブトムシぐらい。ねえ、はい、いてよかった。ねえ、そんな感じがいたします。はい、いかがでしょうか。次は。はい、この辺、あ、樹液はいっぱい出てますね。こういうところにね、いてもおかしくないんですけどね。さあ、そのね、先の方に来てね、やってる方がいました、ね。はい、どうですか、どうですかね。ダンゴムシだらけだね。ダンゴムシはうちの周りにもいっぱいいるけど、ね、こういうとこにもいるんだね。さ、撮影をしに来てるだけだよね。すごいいっぱいいますね。はい、こんばんは。いかがですか。痛いよ、やだ。痛い。ママ、なんで出しちゃうの。だって痛い。ね、はい、そうですね、あそこにいたペアだけですかね。さすがにね、見てる方がいらっしゃいますからね。ね、いました。もう一匹いましたね。なかなか立派じゃないですか。あ、でも羽があれだね。ちょっとね、ちょろっとやると動くんじゃないかな。ウリ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 ね。はい、オスね、いましたね。はい、ね、やっぱり結構いるんですよ。うん、ね、うん、ね、見逃してるところもすぐそこの隣にもねいますよね。さっきね、オスメスペアでね、その隣の木なんですけど、うん、ね、いますね。はい、やっぱり いるじゃないか。おっと、ここにもなんかいるぞ。ここにもオスがいるじゃないか。ね、ね、いますね。はい、取りに来てるわけじゃないんでね。はい、ね、ただ見てるだけっていう、こんなんでいいのかっていう感じもしますけどね。こう、なんかね、家族連れでね、来て、結構ね、収穫があったみたいですよ。はい、痛い痛い痛いなんつってね。ね、そう、時間とともにまたね出てくるんじゃないかと思うんですよね。うん、やっぱりね、夜がいいんですよ。夜がね、スズメバチとかがねいないですからね。やっぱりね、うん、この辺の枯葉とかこう下とかにいるんじゃないかな。うん、そんな気がするけど、どうでしょうか。はい、という感じでですね、今日はねあんまり、はい、これもう一回来なきゃダメかな。ねえ、入っちゃうね、本当に。っていう感じですね。はい、今日はこんな感じで。でも結構いましたね。ね、思ったよりは。ね、気づかないだったのか、それともね、いなくなってから、通り過ぎてからね、出てきたのかね。はい、